では、私たちは改めてボイドへと向かう計画について現状を整理いたしましょう。エーテルタンクを手配し、バブイルの塔の使用許可を得たことで月にエーテルを送り込む準備が整いました。これをもって私たちの受け持った地上の準備は完了。しかし月の準備を担当するヤシュトラからは未だ連絡が来ておりません。彼女はゲートを開く術の仕込みと開いた後に向けた用意対策を進めると言っていたが、いずれも複雑な対応が必要であることは想像に難くない。時間がかかっているのも頷ける話だ。ええ、ですから我々も月へと向かい、彼女たちの手伝いに回れればと思うのです。ただし、あなたには別件が。地上の準備が終わり次第お伝えするようにとヤシュトラから頼まれていた内容です。いわくこたびの作戦においてはアジュダヤをボイドの月から連れ帰ることも見据えて巨大なゲートを開く。目を抜かれ疲弊しているであろう彼女を同じ七大天竜に支えてもらえると心強いとのことです。ブリトラが出てこいというわけか。承知した。私とて星渡る竜ミドガルズオルムの子が一翼、少し時間はかかるだろうが竜の身で月へと向かおう。万全を期すためにもこの体は帰還させ、制御に用いていた私の目を回収しよう。アジュダヤと再会するまでカイナッツォから取り戻した彼女の目は君に持っていてもらいたい。頼めるだろうか。月での準備が整い次第リンクパールでお伝えします。バブイルの塔からのエーテル射出はヤシュトラの号令に従っていただければと。分かったわ。いつでも行けるように待機しておくから。ゼロも頑張れよ。何、少し故郷に戻るだけだ。難しい話じゃないさ。
ではまた嘆きの海で。ヤシュトラにはすでに連絡を入れました。すぐにこちらへ来てくださるそうです。悪いわね。手伝いに来させてしまって。地上の準備は一通り完了しております。バブイルの塔へはアルフィノ様とアリゼー様が、かの天竜への伝言も済みました。みんなありがとう。短い間に素晴らしい成果ね。こちらは月の監視者の協力も得て、どうにかゲートを開くための術式を展開し終えたわ。あとは地上からエーテルが流し込まれれば、理論上は第十三世界の月とつながるはずよ。こんな偉業に携われて私たちも大興奮。人造アトモスについて研究した時にボイド関連の資料を片っ端からさらった甲斐があったよ。それになんとヤシトラさんがアラグ帝国の容易召喚にまつわる文献も見せてくれたの。かの聖恋泣く財団の秘蔵資料だよ。魔化学がいかにしてボイドゲートを制御し、容易の軍勢を率いるに至ったのか、作業をするにあたってすごく参考になったよ。異世界への召喚について話を聞きがてらグレハティアに頼んだのよ。巧妙なアラグの専門家なら当然借りてこられるでしょ。私は信じるわ。時代も地域も超えて人が積み重ねてきたものを、そして私自身のことだから、残る準備はゲートが開いた後の対策として対用意防衛網を作り上げることだけ。手伝ってもらえて。
太陽異防衛もやはりあの方法で。ええ、この場所にはすでに闇の存在をとどめる手立てが備わっているのだもの。使わない手はないわ。私たちはゼノスに破壊された剣を修復する。ゾディアークの封印機構を再起動させ、侵入してくる妖異を押しとどめるのよ。修復の主だったところは月の監視者さんが引き受けてくれてるんだ。ただいくつか不安要素が残っててね。みんなで協力してそれを潰そうって話してたところ。時間も惜しいことだし、剣の元へ移動しながら話しましょうか。
お待たせしましたわ。いやあ、久しぶり。大急ぎで警備用サポーターを集めてほしいって言われたから、出せるだけ引っ張り出してきたよ。素晴らしい。あなた方の行動力にはいつも助けられていますね。そんな、それほどでもありませんわ。ハイデリン様から授けられた役目はもう終わっている。とはいえ、人のお役に立つということはやはり本質というか本懐というか抗いがたいウルトラハピネス。これからも遠慮なくずいずいと私たちにお任せくださいませ。さてさて、こちらのサポーターたちは本来月を警備するために配備されるものです。用意と戦ったことはありませんが、そこはそれ、適した戦い方をインプットすることで一騎当選の働きをするようになりますわ。というわけで、用意をよく知る皆様にサポーターとの模擬戦をお願いしても？なら私が適任だろう。よく知るどころか半ば用意のようなものだからな。経験を生かして改造、良い抹殺マシンを直ちに作り上げなくては。これ改造の前に一旦修理しなきゃダメだね。申し訳ありません、修理には時間がかかりそうでしょうか。普段のペースで考えたら5人人分小気味よくって感じかな。ただもしもだよ、君たちが僕らを励ましてくれたなら。2人人分まで短縮できちゃうかも。今度はお前が適任だな。
聞こえるかしら。おかげさまで剣の修復はどうにか完了よ。そちらの作業が終わり次第合流してちょうだい。いよいよボイドゲートを開けるわよ。Thank you.
待たせたわね。月側の準備も全て整ったわ。よかった。バブイルの塔もすでに再起動が完了している。今すぐそちらにエーテルを送っても？ええ、お願い。行くわよ、アルフィノ。こちらも術式の展開を開始してちょうだい。ボイドゲートをこじ開けるわよ。裂け目ができ始めたわ。あなたは剣の軌道を。ゲートは開いた。封印機構も作動しているように見える。あとはそれが効果を発揮するかだな。図らずも実証できたようですね。封印機構は想定通りに機能していると。遅くなった。ことは順調に進んでいるようだが。ええ、私たちの開いたゲートから妖異がやってきた。第十三世界につながっている証拠だわ。すごいよヤシトラさん。
この場に立ち会えて私たちも嬉しい。ありがとう、みんなの協力のおかげよ。この成功は次元跳躍の基礎理論が確立できたことも意味するわ。アシエンは世界を統合するために共造世界を特定の属性の力に偏らせることで次元の壁を破壊し、そのエーテルを原初世界に流し込もうとしてきた。ではなぜ共造世界は別の共造世界とではなく原初世界に統合されてしまうのかしら。原初世界だけに何か特別な力が働いていると。ええ、本来一つだった世界は原初世界を起点に元に戻ろうと引き合うのではと考えたの。そしてハイデリンはおそらく統合引力とも言うべき世界が引き合う力を抑え込んでいた。だからこそ停滞の力を司る存在として作られたのよ。一方でボイドは闇、つまり活性の力に偏っている。だからこそハイデリンによる抑制効果が崩れやすく、クラックが自然発生するほどにつながりやすいんじゃないかしら。今回はこうした過程の下で最も強い引力の先を狙って次元の壁に穴を開けた。言い換えれば行き先がボイドだからこそ成功しただけ。基礎理論が固まったとはいえ、これだけでは他の共造世界は狙えないわ。それでも第八零歳後の未来では第一世界への次元跳躍をやってのけた人たちがいたのだから、理論を突き詰めていけばいずれ必ず。魔女殿の夢は大きく前進したというわけだな。まだまだこれからよ。だからこそボイドからの進行で研究の邪魔はさせないわ。さあ、アジュダヤを探してゴルベーザの計画を阻止するわよ。みんな私の背に乗るんだ。ボイドゲートの位置まで大穴を降りよう。では私は錬金術師の皆さんを地上に送り届け、レポリットたちと連携してゲートを監視しておきましょう。みんな気をつけて、必ず無事に帰ってきてね。今再びボイドへ。
ここが第十三世界の月。ああ、間違いない。闇の氾濫からこちら天に昇るのはいつも血のように赤い月だ。用意の大軍とご対面かと思っていたが、随分と静かだな。ゴルベーザは自身の領域がどこにあるのか限られた配下にしか伝えていないということだった。ならこれほど閑散としているのも頷ける。だが気は抜かない方がいい。ここから原初世界に侵入した用意がいた以上、奴の駒が潜んでいないとも限らないからな。姉さん、近くにいないのか。そう焦るな、ブリトラ。ひとまず周りの状況を確認してみるべきじゃないか。すまない、気がせいた。では私は上空を一回りしてこよう。君たちは地上を頼む。
お前もこの大穴が気になるか。何か構造物があるな。降りて確認してみるべきか。やはりここがひときわ怪しいわね。これとよく似た大穴が原初世界の嘆きの海にもあった。ゾディアークが封印されていた闇のゆりかごよ。だとするとこの奥底には分割されたゾディアークの力が封じられていたのでしょう。原初世界にいた本体が消滅した以上、それらの力も消え去ったものと思っていたけれど、この大穴にはひときわ濃い闇が満ちているわ。ゾディアークの残滓なのかしら。それとも姉さん。みんな、もう一度乗れ。この大穴の中に姉さんがいる。お前、確か竜の目を預かっていただろう。やはりここがゴルベーザの領域なのか。
SRE。 大天竜の一翼ともあろうものが呪縛には抗えぬと旅衆のままでいるつもりなのか。悪くない。ゴルベーザの弱点か、それとも居所か。アシスターのゴーンイン、ドエスイネシイゴンソーンカソンウモモスコーンレスサウアンソンTo Orta Seas。 だ、そうだ。上に戻って、奴が立ち止まっていた理由を突き止めてやろうじゃないか。